皆さんごきげんよう。今日ね、はい、撮影開始しました。今日の作戦なんですが、ノープランです。ノープランになっちゃってるんで、うん、まあ、とりあえず適当に釣ろうってことで、適当にいいですか、見ていく感じで、うん、なんか定番のスポットの10月頭の状況とかリサーチ、なるほどですね、遠征とか考えてる人の代わりにリサーチをしていく感じ。ああ、いいですね。そんな感じでちょっと状況を把握してお伝えしていきたいと思います。了解です。はい、ということで着きました。はい、はい、今回なんですけど湯の本湾になります。はい、まあ、手羽すはい、なんかアジングもエギングもどっちにしろ当たり障りないぐらいな感じの定番スポットに来ました。はい、本当はね、向こうはあの造船所側に行こうかなと思ったんですけど、人おったらいかんねえってことで遠い面に来たんですけど、はい、どうやら両方いないっすそれ息のいいとかやね、全然人おらんとかいう、よくありますから、うん、まあ おるときはおるけどね。そうですね。で一応アジング、ジグタンロッドとエギングロッド、どっちからやる、アジング、アジングの方がいいかな。わかりました。今マズメ終わりでちょっとデスゾーンかもしれないんですけど、はい、うん、アジングの方からいきます。はい、了解です。はい、早速準備します。はい、はい、準備できました。はい、今日はスティクトのスラム 66T 66T に、リールが C2000 でステル04のリーダー 1.755 ちょびっとにアジスタ2グラム、アジスタの2グラム、え、アジスタのアジスタな 2フラムみたいなこと言う、2グラム、その2フラム、なんか麻痺をどうのみたいな違う、呪いを解く呪文みたいな、まあ、2グラムにフィジットヌードのリュクシャシュバ、これがね一番スタンダードな感じですね。もう狙い方としてはいつも通りちょっと上から、水深があるエリアなんでちょっと上の方から、はい、カウント7、8ぐらいスタートでちょんちょんメソッドですね。はい、でまあテンションフォールですね。で行っていきたいと思います。はい、で、あの残念ながらですね、電池の充電がなくてですねいつもながら準備不足ということで、まだちょっと状況わかんないんで、はい、あのフッキングシーンとかを撮れるかわかんないんで、様子を伺ってから、伺いながら、うん、まあ多分一発目はもうフッキングした後のシーンになると思いますけど、そこまでワープしたいと思います。はい、はい、ということでね、ワープしてきました。今ねワープしてどんぐらいの時間が経ったかというと、の前にアジアジ、やっぱ1投目から釣るすごいね息ね、まあ、これちょっとちっちゃめ20センチないアジなんで、うん、ツーリリで、はい、まあ、今カメラマンと僕2人しかいないんですけど、じゃあワープしますってバー1点、うん、で切った 1.5 秒後にターンボール早っヒットっていうね、もったいない感じになりました。うん、で、ね、これおそらくね、こう2発目行っても、うん、多分当たりなくて、うん、多分電池の無駄遣いするんで、うん、もう1回行きますね。もう1回、はい、よいしょー、ドライブ緩め、はい、さっきのワープから3投目にちっちゃいやつ、まあ、とりあえずなんかなアジはおるんすよ、うん、豆アジが多いっすね。あ、豆が多い、ちょっと気になってるんすね、これ、このなんこれ誰か竿折れました。でガイドない、ガイドないティップの方のなんか竿、嘘、え、どういうことこれ、ガイドない、ガイドを取った形跡もない、これはテレビのアンテナだ、テレビのアンテナなわけねえよ何かこう釣り人が残した痕跡がありますよね。ありますね。一体何者がおったのかっていうのを判断するためにはこうですね、うん、直接、ああ、もうわかりました。ユーマズメにサビキのおじさんがここでサビキをしてたしなんでいた、間違いない、サビキのおじさんがいた、うん、間違いなく赤網の匂いがしますねということは日没までサビキのおじさんがサビキをまき散らかして豆やじを釣りっぱなしているということは間違いない。もうちょっと後の方が釣れそうだもうちょっと後の方潮が今ね、満潮潮止まり前1時間ぐらいで、潮的にはいいんやけどね、もうちょっと街灯聞いた後の下げ始めぐらいが一番食いそうっすね。もうちょいね探ってみて、うん、10月頭のこのメインどころ湯の本エリアの、うん、アジの活性を見ていきたいと思います。はい、アジシシシシ、わりかし当たりは多いですね。二頭に一頭は必ず当たりを、はい、アズイ、ちっちゃいですね、ちっちゃいです、はい、あ、でもなんかこう対抗はいい
うん、体高のある丸上げとかにして3倍ずつとかちょうどいいサイズですね、うん、意外とねリアクションの後すぐには食わん、止めてたらこっちが煮え切るか切らんかぐらいにコツンっていう、うん、結構こうロッドとか強い気にドラグを緩めに設定して合わせてやらんと、はい、ってなるんです、ね、なるほど、ちょっと移動してみますか、はい、ということで対面の方に移動してきました、はい、で今ねまだ多分ちょっと潮止まりになったぐらいなんですけど、うん、ゆっくりちょっと構えようかなと思ってます、はい、であのここなんですけど、はい、造船所の敷地を通ってくる感じになるんで、はい、その造船所のものとかも、うん、その辺にいっぱいあるので盗んだり壊したり、うん、散らかしたりしないように、はいはい、あのまあ、県外の人も島内の人も気をつけていただかないと、はい、まあ、そこ通らんとここに来れんな、うん、感じなんで通行止めされたりしたら、はい、釣り場を失うことになりますね。そうですね、いろいろ注意にして、はい、はいはい普通に考えてモラル節度のある行動をしていただければ、はいはい、ここもやっぱね結構ねアジもイカもいい場所なんで、うん、ここがなくなるとなってやっぱ心寂しいところがありますからね。ということでゆっくり準備して、はいはい、潮が動き出すときに何かあるんじゃないですかということでやっていきたいと思います。わかりました、はい、準備できましたということでこれでいいですか、これでブリリアント 2.5 インチのチャートのやつ、ここでチャートいやいや、いや今ね AK な何色でもいいよっつったら、うん、このドクリアのど潮止まりのこの海にチャートを投げ込めと、うん、AK が選びました。まあ多分僕的にはあんまり合ってないと思いますけど、はい、普段やらないことをやるのもまた面白いかと、早速投げていきます、はい、そういっす、済んどるねよろしくないと思う、ない、なんかさアジ釣りに来てさ泡とかなんかゴミとか、うん、まあ それこそ濁りとかあった方がいい、うん、なるほどなるほどじゃなくてそう思わんちゅう音になるほどで返されたらもう終わるっちゃけどプランクトンとかの状況でもそうなんすよ、よっぽどベイトがねなんか知らんけど何者かに追われてこの辺にこうやべえよマジでみたいな感じでおらん限り網パターンの方が強いかと思います。チャート今のとこ釣れる気ゼロ何頭までしたら許してもらえるかな、いやもうそこは、うん、味神様のご判断でその判断に任せるんやったらもうやめたい、もうやめたいですということでもう早速変えていきます、これ、はい、天白ドットグローのピンクフィジットヌード、はい、でいきます。上の潮はねちょっと流れてるっぽいんで上目でいきたいと思います。ふわーっていきます、はい、ふわ、あ、ちなみに、うん、あの水面下でちょっと告知してた例の、あ、例の、うん、まあ1113何があるのってやつですよね。コロナでねなかなか告知しづらい部分もあるわけ、うん、こっち狭い島やし、中でちょっと、うん、息のために何かしたいですという声をもらいましてね、ありがたいこと、あ、ありがたいことに、まあ、ちょっとしたこじんまりとした大会やりませんかみたいな感じやって、お、協賛品とかは手伝いさせてくださいみたいな感じです。へえ、ね、ものすごいいつもねいろいろよくしてくれる人で、うんうん、いやもう息のためにっていう感じやったけんさ、おお、じゃあ何かやりましょうかみたいな感じで企てるわけ今、うんうん、それの内容がね多分ね唯一無二と思う、もうもう締め切ったっちゃ正直もう、ま、満タン終わってしまってる、終わってしまって言うたら、まあ、アジを釣る大会をやりますよという話なんですが、うんうん、内容がすごい、協賛もねものすごいいただいてます、はい、各所から、しかもそれがさお金目線とかさ利益損得感情なしのさ、息に世話になったとか息が好きでとか、まあ、その俺個人としてもその説は世話になったんで僕らも協力しますみたいな声をねいっぱいいただきまして、開催できることになりましたんで多分えらいことになると思うけど、うん、もうねメーカーの下りとかがあるけどさ個人名は言えんちゃけど、ものすごい面白いゲストも来ます、某雑誌のね
ボーマガソルトのね企画のね母神宮王決定戦のね初代チャンプと二代目チャンプその人らも来ます。でね、そう面白いのがさ、うん、一般参加です。しかもなんで初代と二代目と倒せますこの大会もしかしたらすごいやろもうね、もう限られちゃうけん、もう締め切ったけんばってこのエントリーできた10名の方はフェアな状態でギャフンと言わせれるんですよ。一般の人から見たらすごいチャンスやん、うん、で逆にそうチャンプたちからしたら負けられんってチャンプかなりのプレッシャーチャンプやけん負けられんと、チャンプが負けたらいいようことに説得力がなくなるわけで負けられんわけ。まあね、何よりもね、まあ、それも一個でかいし、普通さ参加費募ってそっから景品準備してとかや、参加費はほとんど取ってないっちゃん。で今回のが温泉旅館を貸し切ってるの一軒で、当該の人はその温泉旅館貸し切りの温泉旅館で晩飯食えて温泉使って夕方から12時までがバトル時間で、で終わって1時検量でゆっくり温泉使って寝て朝食食ってから閉会式結果発表なんだ。せっかく壱岐に来たなら釣りさながら壱岐の自然もゆっくり堪能して帰っていただいてっていうプランになってます。なるほど、うん、残念ながらね、もう告知しづらくて水面下で告知した分でも埋まってしまったんですけど、すごい夢のある企画。まあなぜこんなに喋るかというと全然当たらないんですよまあ、確かにまだ一本もない。真面目にやってなくもないんですけどね、うん、ちゃんと集中してますよ、うん、だ全然当たらないですね。やっぱ潮止まりさすがですね。まあまあそういうことでみんなでまとめて大人数一部屋にとかを全部避けてるんよ、こうグループグループ分け、うん、密は避けてる、うん、密を避けまくりの、ね、うん、そこはもう徹底しとかんとさ、やっぱ狭い島やけん、うん、ですね。でも参加する人とかも正直に言ってもらうようになってます。はい、はい、もう前日とか全然いつも10日以内に怪しい感じがあったりとか、近くに濃厚接触者がおった、感染者がおったみたいな人は勇気ある事態をお願いします。ただもう今回の景品の集まり方が半端ないけどさほぼほぼ参加した人全部元絶対元は取ると思う。すご、各メーカーからの協賛がすごい、いろんなとこで壱岐に精通したメーカーの人とかがやっぱこういう時に協力してくれるそうなんで、だいぶ楽しみですね。暑いですね。暑いです。で俺もね出たいっちゃうただね、そのちょっと動画回さないかんけんさ、なるほど、動画回しながら出張するのはむずいかなってことで、今回は僕は出れないんですけど、当たりました。ここに来て初の初の当たりがただこんなことした時完全に、ね、合わせれんかったっすね。まあそういうことで、はい、みんな人それぞれの生き様と感謝があっての、はい、大会になりますんで。なるほど、もう激アツですね、はい、そう今回エントリーできた方はぜひ、はい、腹いっぱい楽しんで、うん、息の空気吸って帰っていただければなと。俺は何よりもあれが楽しみやね、初代と二代目を倒す人が出てくるんかな。もうそこフェアやけんさ、うん、その人たちの実力で張り合っていただいたら、うん、なお一層面白くなるかなと。ということでね、まあ、はい、全然釣れない、潮止まりは告知の方に回させていただきましたんで、はいはい、ということで、さっきね、うん、まあ、造船所のとこ割とすぐね人が結構多くなってきたんで、そうですね、バタバタと、うん、結構連チャンでさすがじゃないと、潮が動き出すタイミングでエントリーをするという、うん、もうすごい潮を熟知したアングラーが増えてきたんで、ちょっと場所を変更しました。隣じゃないんですけど、うん、どの辺って言ったらいいかな、ちょっと南寄りに南下してきた感じですね、はい、早速ねちょっと調査していきたいと思います。はい、はい、です当たらないです。マジっすか。マジっす。めっちゃクリアなんですよ。街灯周りのアジポチャもあんまなくて、こういう時は一番はそこ、うん、こういう時はもうしょうがない、オランとに投げようみたいな気がするんで、うん、ちょっとね、まあ釣れるところも何か所かもあったんですけど、うん、
今日はねちょっとリサーチに最近行ってなかったところに来てみましたが、うん、3カ所来たところ、うん、潮止まりを中心に立ち回ったため大して釣れませんでしたという動画になります。現状10月頭のナイトゲームの満潮潮止まりぐらいになんかメインどころを打ってきた感じで言うと今一つでしたということです。でもまああれやね、今度の11月13日のイベントの告知をちょっと動画内でもほのめかしたような感じで僕もめっちゃ楽しみにしてるんで、まあ、内容の方はまた追ってインスタグラムとかの方でも詳細は告知したいとは思うんですけど、雨を外さない範囲でのイベントにはなるんですけど13日を目標として頑張れればいいんじゃないですかってことで、そうですね、うん、僕らもね、うん、その日に向けてちょっとワクワク確かに溜まってくるんで、各地からいろんな釣り人が集まっていろんな話とかいろんな生き様をね聞いていければ、うん、また僕らの人生にも花が咲くかなと。そのまあ勝負事というかまあ大会のみならずね、まあ、温泉にも浸かったり美味しい食べ物を食べて舌鼓を打ちつつうまい空気吸って一呼吸ゆっくりしてまた帰って頑張っていただければなという、そうですね、はい、そういうイベントの、まあ、ほのめかし動画に最終的にはなりました。すいません釣りきれんかったです今日は。ということでね、はい、まあ、また大会近づくについてなんかためになるような情報を取っとこうかなとかも思うんで、そうですね、うん、まあ、動画の中でもいろんな釣り場紹介やったり、うん、まあ、こういうとこ危ないよとかこういうとこが禁止になってるんでみたいなのも、そうですね、そういう小さい情報も、うん、そうですね、こっち来てどこ行こっかなとか悩んでる人とかにも、うん、なんかちょっとしたヒントになればなという、僕らのやれる範囲ですけどやっていきますんで、はい、はい、乞うご期待ください。はい、ということで今回も視聴ありがとうございました。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、じゃあ、うん、じゃあ。